こういう感じですね。で、のぼたんは額がこう特殊で、こんな雲みたいな感じの、雲の足みたいな感じの額がありますね。いっぱいあるんですが、真っ黒になっちゃうのでこれぐらいにしておきますね。で、お花の中央から後ろに向かって茎がこういう感じで伸びますね。こういう感じですね。この辺にちょっと若い葉っぱを入れときます。で、この節のとこからまた対になって花びらが伸びます。花びらじゃないですね、葉っぱですね。こっちとこっちにも葉っぱが来ますね。こういう感じで。で、どんどん葉っぱを描いていきます。真ん中の葉脈は頑張って細い線を引いてください。少しこう重なった葉っぱを描いて奥行きを表現しますね。こういう感じで。で、葉脈は細く。そうですね。画面の外から葉っぱが顔を出していると。で、そういうふうにすることによって画面に広がりを与えようという狙いがあります。この辺にもう一つ向こう向きの花を描いておきますね。まだ今開きかけの花、額を描いておきます。こんな感じですね。これで、締めも忘れずに必要ですね。こんな感じで。はい、これで色を塗りたいと思います。赤紫で花を塗ります。ちょっと締めは適度に避けつつ塗りますね。ちょっと白く残したいなと思います。できる範囲でいいと思います。こっちもお花ですから、こっちも赤紫で塗りますね。で、そしたら赤でこの額の後ろ、あと若い葉っぱ、割と赤が出てきますね。この葉っぱのへりとかに赤を描きます。で、続いて黄緑と白、これ柔らかい黄緑色ですね。これで葉っぱの裏を塗ろうと思います。葉っぱの裏、あと茎ですね。茎も塗ります。で、続いて黄緑色で葉っぱをところどころ塗りますね。ここ葉っぱの裏でしたね。黄緑と白でこの葉っぱの裏を塗っておきます。そしたら今度は緑。緑と黄土色混ぜます。ちょっと柔らかい緑にしますね。これで葉っぱ塗っていきます。
葉脈を生かしつつ塗ってます。そしたら黄色が少し欲しいですね。明るくしたいので、黄色で少し葉っぱなどアクセント入れますね。こういう感じで。はい。そしたら今度緑色ですね。緑色です。はい。そしたら次はお花を紫色で塗ります。紫ですね。そしたらこの額のところはできる範囲で避けて塗りたいと思います。額が白かったりするんですよね。額じゃないですね、このしべ、しべを塗り残したんですが、しべが白かったりするので、こういうふうに塗り残して表現してます。できる範囲でいいと思います。はい。あと全体の調子を整えます。ちょっと葉っぱの黄色が目立ちすぎるので、ちょっと撫でて柔らかくしますね。はい、これでのボタンの完成です。今日もご覧いただきありがとうございました。